レーナルド・アーン1947年1月27日はベネズエラの首都カラカスに生まれフランスで活躍した作曲家。父は同国の外交官を務めるドイツ系ユダヤ人、母はスペインのバスク人であった。外交官の父は音楽に造形が深かった。レーナルド3歳の時家族とももパリに移り住む。1885年11月。 パリ音楽院に入学した。マスネやサンサンスに指示し、当時より大家として知られたマスネは彼に特別に目をかけた。サロンにはマスネと共に美しい巧みな歌を作曲する天才少年の姿が頻繁に見られるようになった。1887年今日最も有名な私の死に翼があったならお作曲。15歳でアルフォンスドーデに 劇音楽の作曲を依頼されるほどであった。銅では、アルルの女を書いたすでに有名な作家であった。フランスでは、現在も、フォーレと共に愛称される彼の歌曲は、ほとんどが20歳以前の作品であり、採用された詩は、ベルレーヌ、ユゴー、ゴーティエ、ルコントドリール、バンビルラに及んだ。アーン少年はサロンにて、師匠マスネやフォーレ、シューベルトの歌曲を、 ピアノで飛球隊をした。1894年の時3歳年長のマルセル・プルーストと出会い、以後交友関係は生涯続いた。ますねに生涯にわたる庇護を受けた、彼は後年オペラ指揮者としても活躍した。1912年、フランスに帰化し、その後小国ベネズエラに戻ることはなかった。翌年フランス陸軍に入隊し、1918年まで、 前線に配属された。1918年陸軍少将族になり、伝報翻訳家担当。当時、アメリカの文化的、言語的浸透にイライラしていた。1934年から1945年、フィガロ神の音楽批評を担当。1945年にパリのオペラ座の監督に就任した。ピアノ競奏曲、ピアノ曲、ソナチネ、 歌曲約125曲、弦楽四重奏曲2曲、ピアノ五重奏曲、オペレッタ、バレエ音楽、劇不随音楽などを作曲したが、もっぱら、私の死に、翼があったならが有名である。1947年1月27日、脳腫瘍にて没。歌曲の自作自演及び、ビゼーやシャブリエなどの歌曲の録音を残したが、ピアノ伴奏と共に、 数曲自ら歌を披露しており、CD 化もされている。ありがとうございます。